えー、改めまして皆様よろしくお願いいたします。えー、シリーズ次世代教育の道を開く災害教育を考えるということで始めさせていただきます。8歳直後に現場で何が起こるか、ヘリコプターによる初動対応から見えたリアルということで進めさせていただきます。 え本日のプログラムはおねこのようなスケジングで進めさせていただく予定でございます。開催、うんえー、に際しまして、JMUC、えー、の理事長、白井克彦にご挨拶申し上げます。白井先生、よろしくお願いいたします。えー、皆様あ、こんにちは。JMUC、えー、の理事長しております、白井と申します。今日はたくさんの方に、えー、この JMUC のワークショップにご参加いただきまして、ありがとうございます。<laughs> あの本日のテーマはそこにテーマが出てますけれども、まあ、災害全体にいろんな講義が、えー、実は j m u クの中にもありますしそれから各参加の、えー、JMUK の会員として参加していただいている大学もいろんな形で、えー、今、まあ、大変日本全体で大きな話題になっている話題になっているというか、えー、非常に切実な問題となっている。 え災害に関して自然災特に今自然災害ですねに関しての行為っていうのは非常にたくさんありますけれども、えー、それを全体でさらに深くシェアをして、えー、それを集めてみると実はいろんなことが分かってくるということもまた分析してみると、あのー、明らかになってまいりました。それに基づいて、えー、まあ日本全体の,この災害を 自然災害に対してどういうふうにみんなで対処していけばいいのか各地域ごとにどんな問題があるのかえそれぞれのと対処するやり方はどんなことを考えたらいいのかあるいは大学間で協力をするっていうのはどういうことが可能なのかえあるいは地方の各地方の地域の大学として特徴があることをどういうふうに考えて えー、このの大問題に対して取り組んだらいいのかといやそういう、えー、いくつかの、まあ、大きいテーマがあろうかと思いますが、えー、それを順次今この j m o c としては、えー、ワークショップの形で取り上げながら皆さんとディスカッションを続けてまいりたいというふうに思っております。えー、今回はこの第2回は第目とということですが、えー とりわけ今度本当に災害がこの前、まあ、ありましたけどその災害現場でどんなことがあったのかという非常に具体的なことをテーマにしながら今日はお話を伺いたいとあるいはディスカッションをしたいというふうに思いますのでぜひ、えー、皆さんとともにですねこの日本の災害王国になってしまっているこの日本の中で一人でも、えー、命を救いですねかつ損害もけ、えー 軽くするそのために一体どういう知恵が大学間でも協力してできるのかとそういうことに徐々に考えていければと大変、えー、ありがたいと思います、えー、今日も一つよろしくお願いいたします平井理事長ありがとうございました